皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターソードシールドをやっていきましょう。はい、ということで水タイプジム終わった後からスタートをさせていきたいと思います。お、院長がお待ちかねです。シーフードレストラン防波堤、防波堤ってんだ。おいでください。院長の顔がよくわかるリーグカード渡しておくから。リーグカードもらいました。ローズ院長はやるべきことをすぐになさらないと気が済まないお方。院長を待たせることなくシーフードレストランに来なさい。急げってことだね。できましょう。レストラン、到着しました。防波堤、君の勝利をお祝いしようか。あら、あなたも招かれたの？二人は知り合いかね。いいね、さあさあおかけになってくださいよ。バウタウンは水産の町。やはり食べるなら現地で取れたものだね。すべてのメニューがデリシャスです。ところでマグノリア博士はお元気になされていますかね。博士にはお世話になりましたよ。願い星の秘めたパワーでポケモンを巨大化させるダイマックスバンドを作れたのも彼女の研究のおかげです。はあ、ダイマックスについてはまだ不明なことが多く不安もあると申していました。私が旅立つ時もパワースポット探しマシーンまで持たせたぐらいですから。パワースポット探しマシン、それのおかげでパワースポットガラル粒子が発生するダイマックスを使える場所も判明したのですよ。だがマグノリア博士が不安を覚えるのは良くないね。私に何かできること、ソニア君、ナックルシティにあるホームズ湖に足を運べといいよ。私は歴史の中にダイマックスの秘密を紐解く鍵があると考えています。わかりました。見学の手配をしておきます。ですが院長、そろそろお時間です。ダイス君の話聞けてないのに。殴る惜しいが仕方ないね。やるべきことはすぐにやらないと。それでは皆さんごきげんよう。早い、ご飯食べてない。親切のつもりなのかな。確かに伝説を調べるにはホームズコンを持ってこいだけどさ。水バッジをもらったんだよね。ルイナに勝つなんて大したものだよ。ご褒美のワガンサマシンもらえる。敵討ち。倒れた味方の敵を撃つ。はい、ルイナは親友なんだ。ちょっと会っておくかな。じゃあね、ジムチャレンジャー。私は次の町に行きましょう。お前は今草鉢と水町を持っている。次の相手はエンジンシティ。炎のジムリーダーカブさん。カブさんについていいことを教えてやるぞ。なんとカブさん第二鉱山で特訓してるらしい。エンジンシティに戻ってもカブさんいないからな。ジムチャレンジに向けて第二鉱山で特訓するぞ。ということで第二鉱山行きましょう。ここの町まだ見てないんですけど、またクリア後かな。戻ってきていっぱい見たいと思います。いろいろ気になるところはたくさんあるんだけどね。第二鉱山、おう、チラチラチラはい、カラナクシは地方の海によって色違うんですよね。ここのカラナクシって水色なんだね。もう一色はねピンクっぽかった気がする。うお、自己再生してる。ありゃ、困ったなぁ。じゃあもう一回、よいしょ、取っておきたいですけどね。あ、麻痺ついた、素晴らしき。硬くなる使ったんだったらもう一回ぐらい当てても大丈夫かな。落ちなきゃ、ゲットしたい。残れ、おお、ギリギリ投げましょう。
ここら辺からはスーパーボールじゃないとちょっと厳しいかもしれないんですけど、とりあえずモンスターボールいっぱいあるのでこっちから。入ってくれるかな、入ってくれるかな、どうかな、来ましたね、よかった。はい、空なくしセット、よしよし。アロマセラピーってなんだろう、草タイプ、あー異常を回復させる、ダブルバトルとかには本当にありだよね。甘い香りよりもこっちの方がいい気がするのでここ変えましょう。ここを通り過ぎるときにどこまでレベルが上がるかですね。頑張ります。はい、カラナクシ、これ東の海の姿ですね。これ東じゃなくて西の海だっけ、忘れちゃったんですけど、そっちもね色が違うのでいるんですよね。水温で変わるってことだから東の方が寒いのかな、どうなんだろう。奥行ってみます。ビートくん、あなたですか。レベルの低い勝負をするとポケモンたちがかわいそうだよね。弱い人間の相手をする気分ではないのですよ。ですが同時に弱い人間は潰してあげるのも優しさですね。弱くないと思い込んでいるのなら僕の勝負を挑みますか。待ってっていうのもあるんだけど、挑みましょう。委員長に選ばれた僕が負けるとかないんですよ。あ、手元スーパーボールなんだ。はい、4匹。まずはユニランから。頑張るぞ。しっぺ返し。一発抜群。ミュウに今、もらった渦潮を思い出させてきたんですけど、思い出させてじゃないね、技マシン使ってきたんですけど、どうしようかな。次ゴチム、ゴチムしっぺ返し、ちょっと残るね。サイコショック大丈夫かな。もうちょっと入るかと思ったんだけど意外とでしたね。傷薬使っても多分これで大丈夫だと思います。あ、マックスになってる。急所に当たってくれればいけるのかな。お、いけた、抜群。はい、経験値もらいます。次はポニータ。うん、このまま同じくですね。しっぺ返し。硬いかなポニータ。あ、残るんだ。妖精の風、細かいね。これで残り1匹。お、青ガラスが分かった。ミブリム、このまま行きましょう。いいですね、僕のポケモンたちをここまで追い込むとは立派ですよ。ミブリム、危険予知、身震いされてる。はい、アクワガならもうそのまま行けちゃうから、全部同じで倒しちゃった。入れといてよかったですね。あなたがまあまあ頑張るから勝たせてあげようかなと思いまして。はい、2760円もらいます。結構な大金を持っているんだよねビート君って。これは失礼、言葉を訂正しますよ。弱いではなくちょっと弱いでしたね。ですからジムチャレンジを勝ち上がることはないでしょうから、記念にこれをあげますと、あげますけどね、と E リーグカードを。次はどこで願い星を集めましょうかね。私はここを奥まで進んで出ようと思います。
マッキョだ。これガラルの姿ですね。びっくりした。なんかモンスターボールみたいなの落ちてるって思ったんだけど口だ。どうしようかな。トライアタック。肩。うわ、リベンジ。どうしよう、リベンジ持つか。ドリルライナー当たんない。なんか尻尾と前のところで噛まれる感じが怖いね。野生のマッキョのマットショット怖っ。こんなショットあるんだ。技の出し方が普通のマッキョに比べて怖いですよね。入るかな。入れ。きついかな。金属音される。じゃあちょっと買ってきたのでスーパーボールにしましょう。しょうがない、この辺からスーパーボール化するんだろうなと思ってきて20個買ってきました。もうちょっと買ってくればよかったかも。うわー、もうちょっとだったのに。厳しい。じゃあもう一回トライアタックする。不意打ち痛い。オレンの実今持ってたので食べますね。これで削って、あ、赤のラインまで行かなかった。行くかなって思ったんですけど行かないですね。うん、入りました。よかった。はい、マッキョです。ガラルの姿、泥に隠れて目立つ唇で獲物をおびき寄せる。ギザギザの鋼のヒレでガッチリ挟む。めっちゃ怖い。地面鋼タイプ、トラップポケモンです。どうしよう。そのまま送っときましょう。次のジムは炎だから鋼持っていくと結構辛いのでそうします。では先を進みたいと思います。おお、いた。ちょっといいかな。君ジムチャレンジに参加してるよな。いやーすごいですよね。ぜひお手合わせしてくださいよ。ノーよーだいす。はい、ファンに囲まれてるのか。まるで兄貴みたいだぞ。いや、どこがファンなんですか。ちょっとちょっとお話中になんなんですか。俺はポップ未来のチャンピオンだぞ。ナイスジョークです。笑えない以外面白いね。そっか、じゃあ勝負だ。トレーナーなら笑顔になるぞ。すごい底抜けに明るい、素晴らしい。ダブルバトル行きましょう。仕方ないな、ジムチャレンジの厳しさを教えてあげるかな。なんか面倒なのが来たな。一人ずつ片付けたかったのに。本音だきっとそれが本音だよね。じゃあ行きましょう、ダブルバトル。ドスコイ。よし。で、どうするかなんですけど、ドリルライナーでいいかな。はい。もうちょっとですね。辻切り。痛い。バークアウト。なんでこっち？こっち向いてたね。危なかった。効果抜群なのに。すごい。ブルーは糸切り。これでフォックスライは倒れるけど、まっすぐ間が残っちゃってるから、そっちをなんとかしないと。まっすぐ間か。さあどうする。あ、エリズム上がりましたね。あ、レパル出す。トライアタックでいいかな。
まっすぐま怖いんだよな。先にこっち、左ふっかき回復させたい、回復させたい。ひー、なんでエミューばっかり狙うの。二度切り、急所、もう一回もう一回、はい、倒れる。したらこのターンは回復します。ミュウが28になりました。あ、ポケモンじゃない、間違えてる間違えてる。バック、傷薬、傷薬、いい傷薬の方がいいかな。間違って押しちゃった。はい、危ないので回復させます。まっすぐもなんかずっとこっち向いてるし。よし、じゃあこっちで、あ、ヌドベリ抜群だね。ノーマル悪タイプなんですよね。あ、間違った、戦う。いや、なんか PP 考えるとちょっとドリルライナーの方がいいのでこっちにしときます。当たらねー、ひどいねー、当ててほしかった。でも回復がないので、せっかくなんだけどドリルライナー当ててほしいんだよね。いずしようって感じでもないしな。はい、頑張れ。まっすぐ中通れる。もう一体持ってる？ヤンチャムか。ファイアタック、 PP がない、全部10なんですよね。もうちょっといっぱい数あるやつ持ってればよかったんだけど。お、麻痺ついた。ウル頑張って、今一つだけど。意外と硬いんですよね、ヤンチャムってね。もう一回かな。緊張感、使いたくない。水潮にしよう。ヤンちゃんも倒れる。下っ端勝負勝ちました。俺たちもエールもらえる。おお、使えたら勝てるチャンスがあった。いや、わかんないはい、ダブルバトル勝ちました。チャンピオンが兄貴、ダメ兄貴じゃないのが分かったぜ。エール団負けたらさっさと消える。さすが、それでこそ俺のライバル。それにしてもカブさんどこにいるんだ。よし、奥を探すぞ。はーい、じゃあもっと奥行きます。あ、カシリガメがいる。あ、待って待って、コサクムシいる。うおー、せっかく見つけたのに早かったかな。え、もう出てこないかな。どうやってやるかですよね。回り込んでいかなきゃいけなかったけど、かじりが見たから私はいけなかったって言い訳をしとく。でもここにいるの分かった。お、なんかやってる。トレーニング用付き合いありがとう。だが働くトロットの邪魔は許されないことです。邪魔なんてとんでもない、トロッコへのエールです。でもポケモン勝負でボロボロにやられちゃったから、エルダは消えるです。あら、応援はいいけれど邪魔はいけないからね。おおカブさんかっこいいぞ。さすが炎のチームリーダー。君たちはダンテが推薦したホップにダイスだね。そう、君たちジムチャレンジャーと最高の勝負をするためギリギリまで鍛えているんだよ。
炎タイプのポケモンで戦う僕にとって水タイプがいる第二鉱山は修行にぴったりだ。とはいえ夜も遅い。第二鉱山を抜けてまっすぐ進めばエンジンシティ。ホテルに戻りゆっくり休んでコンディションを整えなさい。さあトロッコン帰ろう。僕が送っていこうじゃないか。ゴー。明日は燃えるよ。兄貴が言ってたぞ。カブさんに勝てなくて諦めるジムチャレンジャーが多いって。よーし俺も燃えてきたぞ。抜けましたね。さっきのトロコンだけど、お前ポケチョブって知ってる？なにそれ。もうしょうがねえな、俺が教えてやるぞ。兄貴のノートにはこう書いてあったな。会社とかからのお願いをポケモンに手伝ってもらうんだよ。ポケモンセンターにあるロトミで受付ができるぞ。この先はエンジンシティ。ホテルスボミーンで休むか。明日は炎のジムリーダーカブさんに挑戦だぞ。はい。あ、なんかいっぱいいる。今夜の時間帯だからかな。あれ、ヤトウモリここにいるんだね。お守りカバンもらいました。戻ってきましたね。なんかぐるって回ってきた感じですね。なんか落ちてる。綺麗な羽。え、誰が落としたんだろう。あれ、ここも筋力の羽。え、鳥？鳥が落としていってる。お？精神の羽。え？みんな落としていってた？元気になったアーマーガーは次のポケジョブを。お？何の話？アーマーガーの話？さあ戻ってきたのでこれでホテルで休もうと思います。はい。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!